Hello everybody, I'm Blazing Back and welcome back to Ninja Memories in the Heart World. Here with the manager, who's a weirdo. Sorry, dude, but Ohayo! Hey there, Sawa! Ah, Sawa da! Baito ga issu da to wa kiite da kedo, koko de aou no wa hajimete da ne. Yep. Ah, kekkou genki sou ni natte kita ne, nani yori nani yori. De...それより店長、ちょっと考えたんですけど、今日従業員だけで花火大会しません？あ、oh. 従業員だけで？でも今日は荒川の花火大会があるでしょう。それに行く人もいるんじゃないの？どうしてわざわざ従業員だけで？いや、I'm kind of curious that one。荒川の花火大会があるからですよ。あ、oh, OK。だって、あんな人の多いとこ、この子はまだ無理でしょ？かわいそうじゃないですか。Aww. Oh, that's sweet. え、この子のため？ Aww, Sawa. だから、せめてこの子んちの近くでみんなで花火したら楽しいかなと思って。Aww. ああ、それはいい考えね。わあ、楽しそう。よかったね。確かにまだ花火大会なんて無理だし。And I think you're right, Orion. 早速、トーマとミネちゃんにもメールを打っておきましょう。あ、しんちゃんも呼ぶ？とりあえず電話してみます？ Gee, I don't know, should I? OK! でも今日予備校の日だし、朝っぱらから電話したら怒るんじゃないかな。で、Doubt... I'll doubt it. 言ってるうちにもうかけてるし。あ、つながった。はい、電話変わって。OK! ウィー！サワ、何なのこんな時間に。 Do you want to see some fireworks today?お前か、何なの？ Yeah, it's me! 花火って、サワとお前と3人で。 Yeah! あれ、意外と乗り気？ちゃんと説明してみようか。 OK。 わかった。じゃあ後で行く。バイト終わる頃電話かけるから、時間とか場所とか教えて。それじゃあ。Awesome!来るって？ He's coming! やったね！あんたが誘えば来ると思った。 Of course he would accept it if I asked him。 ああ、しんちゃんも来るの？トーマとミネちゃんからも返事あったわ。来るって。 Awesome! やった！楽しくなりそう。さ、それじゃあこの話は一旦おしまい。お店を開くから準備してちょうだい。 OK! 後で遊ぶ分も気合を入れてお客様をお迎えしましょうね。 All right!Shrine. よし、それじゃあ次はこの打ち上げ行こうか。これはすごいよ。ちょっとサワ先輩、どうして打ち上げ花火ばっかりなんですか？普通こういうのは手持ち花火でしょ。 That's exactly the reason. Sawa is not normal. Sawa 先輩。え、だって打ち上げの方が派手でいいじゃん。 Yeah, she's not wrong. They're more flashy. あ、手持ちの打ち上げの周りにセットしてもいいよ。 Oh god! 危ないですから。 Yeah, I actually agree with Mina there. That seems a bit dangerous. おかしいな。俺バイト仲間から花火に誘われた気がするんだけど、子守に来たんだったかな。 Oh! Oh, big bro Toma! Awesome! You gotta love Toma, man. なんでもいいけど、お堂を燃やさないでちょうだいね。Oh god, burn the shrine up. No, no, don't do that, please. Okay? いいなと思ったら、こんな隅っこで線香花火か。お前らしいけど。ここ、座りやすそうだもんな。椅子代わりにするのはいいけど、後ろにひっくり返って落ちるなよ。隣、いい。俺にも線香花火ちょうだい。Why not?ああ、はい。これ楽しいわけ？体力なくて向こうに参加できないだけなら、あいつら呼んでくるけど。Would you be okay with it being so loud? Hold on. なんで？
俺別に騒がしいの嫌いじゃないけど。 OK。 え、そうなんだ。意外だね。とてもそうは見えないんだけど。 Yeah, you wouldn't think so looking at him, but, you know. うん。お前、もう聞いてる？俺の親父のこと。泥酔した男に絡まれてさ、そいつを思いっきり突き飛ばしたんだけど、当たりどころが悪くて、相手死んだんだ。ま、予想つくだろうけど、それ以来俺も周りから遠巻きにされるようになってさ。いじめってのとも違うんだけど、怖がられてたんだろうな。うん。それまでの俺は、そう愛想の悪い方じゃなかったから、それが結構答えたんだよ。あくまでも見てるような目で見られるっていうのかな。今ではあの扱いにも納得してるし、死んだ相手にも、相手の遺族にも、すげえ悪いことしたと思ってる。親父も酔っ払ってて、加減がわからなかったわけだから、責められる理由は十分あるよ。Well, this is, well, there's a moral there. Don't get drunk and pick fights. Someone could die from that. Literally. Like me from both sides. でも、あの頃小学生だった俺には、なんで親父が殺人者呼ばわりされるのか、わかんなくてさ。Well, yeah, I don't think most children would understand why their dad was called that. You probably don't even know what that word means. Murderer. なんで自分が阻害されるのかも、全然納得できなかったんだ。Yeah, I can see how that could do something, yeah. でもそんな中で、お前とトーマは変わんなかった。Well, it's probably because we were also children and we didn't understand what the heck was going on. 目の前でやじられれば、かばってくれたし、こういう場所に無理やりでも引っ張ってきてくれた。ああ。いや、来ても中に入れるわけじゃないから、正直うざかったんだけど。でも、お前とトーマがいなかったら、今こうやって噂が薄れても、人の輪の中に戻れなかったと思う。前のお前には、行ったことなかったかもしんないけど、感謝してるよ。ああ。It's because you made the effort. 頑張ってなかったよ。ただ流されてるだけだった。でも今は頑張ろうとしてる。親父のことで白い目で見られるのも、家が苦労してるから進学が難しいのも、仕方ないことだと思ってた。だけどそんなの、不幸に甘えてただけだ。親父がどんな人間だろうと。Whoops! Sorry! Just need someone to nobody can criticize. いい大学に入って、いい成績を出せば、将来は開ける。You know what? Good for you, Shen. Where are you there, buddy? 特別奨学金枠に入れれば、うちの収入でも進学はできる。そのための勉強なんか、やればできる。ああ。そんなこともしないで。諦めてた。そう気づかせてくれたのが、お前だった。だから、俺はもう諦めない。Again, like I said, good for you, Shen. それ以上は、前も話したことねえよ。何のことかは自分で考えろ。Maybe. Oh, okay. さて、それじゃあ。やかましい奴らを呼んでくるか。OK。お前はそこ座ってろ。すぐ戻ってくるから。Yeah, and don't fall, also. シンもいろいろあるんだね。Well, can you blame him, though? 傍若無人に見えるけど、ああいう態度になるまでにいろんなものを乗り越えたんだろうね。君はそういう思い出をずっと共有してきたんだよね。ああ。真のためにも早く全部思い出せるよう頑張ろう。Right. August 12th.今日はバイトもお休み、予定もなし。Yep.
こういう日はシンが来るって学習してきたぞ僕。 Really? でもふと思ったんだけどさ、あいつ受験生のくせに予備校のない日は遊んでてもいいのかな。 I don't know, but we'll continue in the next part. See ya!